をできる能力を加えたものです。で、2、モーターもゼロから新規開発をいたしました。モーターを起動する回路も全くの新規です。同じサイズでパワーを使う倍以上、駆動性能を大幅にアップしております。現にこのアームは20キロの重さがありますが、このアームを乗せてもこの通り難なく階段を登ることができます。上のアーム部分はオプションでして、必要に応じてあらゆる機器を交換することができます。メインの駆動ユニットの部分もモーター減速機がユニットになっておりまして、速度、パワー、いかようにもセッティングを変えられるようにモジュール式になっております。